ウラジーミル・デジュロフ。ウラジーミル・デジュロフは、モルドビア共和国、バッシュ出身の宇宙飛行士である。1983年に、SI グリチェビッツ、ハリコフ・ハイアー・ミリタリー・アビエーション・スクールを卒業し、パイロット工学の学位を取った。卒業後は、ロシア空軍で、パイロットとして働いた。ロシア連邦英雄受賞者。1987年に、 宇宙飛行士訓練センターに配属され、1987年12月から1989年6月まで基礎的な訓練を受けた。1989年9月からはテスト宇宙飛行士としての訓練を受けた。1991年からは有利、映画ガーリンエアフォースアカデミーで通信教育を受けている。1994年3月からは、 ミールの機長としての訓練をはじめ、1995年3月14日にカザフスタンのバイコヌール宇宙基地からソユーズで打ち上げられた。115日間の滞在を終え、1995年7月7日にスペースシャトルアトランティスでケネディ宇宙センターに帰還した。またデジュロフは国際宇宙ステーションにも第3次長期滞在の一員として参加し、4ヶ月滞在した。 ありがとうございます。